こんばんは、篠宮なつきです。この動画は JR 西日本、山陽本線、JR 神戸線、塩谷駅を見に行きます。よろしくお願いします。このチャンネルでは駅を見に行ったり、旅行に行ったりした時の様子を動画としてアップしております。チャンネル登録よろしくお願いします。さて、塩谷駅なんですけども、現在いるのはね、駅の南側になります。駅の南側にはね、まずはすぐ国道2号線、交通量の多い幹線道路があります。ご覧のようにね、結構西行きはね、渋滞してたりするんですよね。そしてこの2号線のさらに南側はもうすぐ海ということになっています。カメラの先は塩谷漁港ですね。この日はですね、非常に天気も良くて、ご覧のようにですね、紀伊半島まで見渡せるようないい眺めでした。この塩谷駅の西側からは JR と国道2号線が入れ替わるような形になります。JR の線路が南側海沿いを走りますのでね、ここから須磨まで、車窓から海を見るのはなかなかいいと思います。そして駅の北側、こちらはグッケンハイム邸ですよね。で、さらにその山側にもですね、異人館風の屋根の建物があります。この駅の北側はですね、非常に古い住宅が残っている地域でもありまして、外国人の方もね、結構昔から住んでいた地域でもあるようです。塩谷駅は現在は橋上駅舎となっていますが、普通の地上駅だった時代は正面に見える自転車置き場のあたりに駅舎があったようですね。橋上駅舎となったのは1963年だそうです。正面に見えてるのは2012年にできた後付けのエレベーターになりますね。それでは駅舎自由通路になっていますので、駅の北側に回ります。駅舎の中はご覧のような感じになっています。なかなか昭和38年ぐらいにできた建物ということだそうなので、今見れば結構年季入ってるな、ちょっと今のね、建物と雰囲気が違うなという感じがしますよね。そして、こちらが改札ですね。券売機は3つ、そして、隣には改札があります。塩谷駅、どうやら有人駅なんですけども、業務委託の駅だそうですね。なので窓口はたまに閉まってる時間もあったりします。今正面に見えているのは山陽電車の山陽塩谷駅になります。 JR の駅のすぐ北側には山陽電車の駅があります。今見えているのは列車線の線路、そしてその南側にはホームと、また電車線の線路があります。山陽電車の線路を抜けて駅の北側の方に回ってきました。なかなか山陽電車のこの線路の下の方がね、駅ビルチックになってまして、いろんな店があるんですよね。そして駅の北側はご覧のように非常に細い道路になってまして、住宅地もかなり接近しています。こちらは商店街のようなんですけども、訪問した時はね、シャッターが閉まってまして静かだったんですけども、なかなかこの道路の感じを見るとね、昔からあるところなんでしょうね。山陽電車の駅については概要欄にリンクがありますので、そちらをご覧ください。それでは JR の塩谷駅の方に入っていきます。改札はこちらの1箇所だけになります。改札入ったところはなかなか広いですよね。塩谷駅は対面式ホーム2面2線の駅となります。こちらが2番乗り場上りホームになりますね。そして、こちらが正面にトイレがあって、まだ向こう側に階段があるんですけども、1番乗り場下りホームになります。それでは1番乗り場から行ってみたいと思います。ホーム降りてきました。階段なかなか広いですよね。そして向こう側にはエレベーターがあったりします。こちらが1番乗り場下りホームですね。こうよーく見るとですね、駅が若干カーブしてるんですよね。まっすぐではないんですよね。わかるでしょうか。正面から迫ってくるのは上りの快速列車になります。塩谷駅は普通列車のみの停車の駅となります。ダイヤは日中は1時間に4本ぐらい、朝夕は8本から10本ぐらいありますので、結構ね、朝夕に限って言えば本数が多くて便利な駅だと思いますね。でも利用人数はね、この動画の一番最初にあった通り6000人ぐらいしかいないので、結構前後の駅と比べたら少ないですよね。そして塩谷駅訪れておっと思ったのは、ご覧のようにリベット打ちのね、この鉄製のこの柱、なんかすごく丈夫そうですよね。そしてホームにある壁なんかもね、なんかえらい頑丈そうな壁がついてるなこの駅という感じに思ったんですよね。で、塩谷駅できたのは1896年ということで、仮停車場としてね開設されて、駅になったのは1906年ということになっています。明治時代からある、非常に古くからある駅だそうですね。次は2番乗り場、上りホームに行ってみたいと思います。で、この上りホームに降りる階段は2つあるんですね。こちら東向きに降りるエレベーターもありますけど、階段と西向きに降りる階段と2つあるんですね。1番乗り場は確か東向きに降りる階段しかないのかな。その代わりこちらの方が階段が狭いなという感じがしますね。で、こちら階段の隣はホーム、かなり狭い部分があったりするようです。こちらが1番乗り場になります。ホーム先端まで来ました。こちらはね、垂水方面を見てるような感じなんですけど、複々線がなかなか立派ですよね。すぐ近くまで線路が迫ってまして、新快速なんかが通過するとかなりの迫力なんじゃないかなと思ったりします。そしてこの辺りでカメラを構えてる人もよく私は見ますけど、撮影されてる方この辺りでやっぱりいるんでしょうかね。ホームの中央部分、待合室のようなものは塩谷駅ないんですけども、こちらにはね、昔何か部屋でもあったんでしょうけども、階段の下の部分を利用してご覧のようにベンチが置いてありました。向こう側、下りホームにはね、ホームの詰め所なんかがあったりするようで、駅員さんも利用しているのかもしれませんけど、ここは何かね、跡地を利用したスペースといった感じがしますよね。で、ご覧のようにホームの幅が狭くなっておりますということなんですけども、今から列車が通過しますのでね、どんな感じかご覧ください。いかがだったでしょうか。まだね、快速列車で、しかもカーブでスピードを落としているような雰囲気がしましたので、迫力としては薄かったかもしれませんけども、ちゃんと私、黄色い線の内側にいましたのでね、危ないことはなるべくしないようにやっていくことにしましょう。それでは今回の動画は JR 西日本、山陽本線、 JR 神戸線塩谷駅を見に来ました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。